い、でははい、じゃあナパさんからナパさん、はい、行かせていただきます。見なくてもいいか。あ、これだ、これおい、はい、ということで、第2回戦、はい、おみくじ対決、いただきアルピニスタ第2回戦の企画は、おみくじバトルという、引いたおみくじの吉凶で強さを競い、より運の良いチームが勝利する、という内容でしたが、見ていて泣けるほどつまらなかったため、すべてカットとなりました。代わりと言ってはなんですが、今回は、グラッパー、決死の荒行の様子をご覧いただきたいと思います。それではどうぞ。ちなみに、おみくじバトルはピタリチームが勝ちました。はい、はい、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。2017年もジャパニビスタをよろしくお願いいたします。いや、いい年にしたいですね。ね、やっぱりね。いや、本当今日はね、山奥に来ております。山奥ですね。もう山奥ですね。すごい、もう見てもらえばもうすごい山奥。はい、で本日の気温3度、3度でございますよ。何しに来たかと言いますとですね、はい、1月14日、ジャパニビスタ初のワンマンライブに向けて、はい、メンバー7人がですね、改正祈願で、そうですね、はい、登りました。山を登ったらしいじゃないかと、そうですよ、言うんですが、何が山登りだと、何が山登りだとふざけんじゃないと、違うね、だってあれでしょ、はい、山登って、うん、でゲームして遊んじゃったんでしょ、お祈りしにね、お願い事しに行くのに、ね、遊んでる場合じゃねえよお前っていう、そうですね、そういう話なんですよ。なるほど、ね、ちゃんとお祈りするならちゃんと祈れと、ちゃんと祈れと、そうだということでですね、はい、本日、私修行に参りました。ここ山奥のですね、はい、某滝で、滝で、そうですね、滝に打たれて、はい、心身ともに、リフレッシュしたいと思います。グラッパー滝が多すぎる。あー、すげーやな。新年一発目、ね、もう楽しみに生きてました。楽しみでしょうがなかった。楽しみにしてきましたからね。だってあの3度でしょ、うん、3度で、いやちょっと本当にあの命の危険あるんですよ。そうそうそう、あのちょっと気をつけて。本当です。水温が何度なんだって話ですよ。グラッパー気をつけてください、うん、お前らこの野郎死んだら使えない、まあ、そうです。まあまあ、あの頑張ってやっていきたいと思いますんで、はい、はい、滝の方に向かっていきたいと向かっていきたいと思います。行くぞ。僕がどれだけ雨男だっていうのね、はい、体感してますよ、まあ、僕らも。そうでしょ、だからジャパニーディスタで路上やろうとすると大体雨でしょ。雨ですね。でまあ多分6割か7割は雨だよね。これはね、言い過ぎじゃないでしょ。決して持ってはない。そう、私ね、あの中学高校吹奏楽部と、はい、マーチングバンドだったんですけど、はい、年に1回の定期演奏会、はい、6年間全部雨です。6年間すごいっしょ。俺持ってるっしょ。まあまあ、お、なんか結構凍ってますね。マジか。いやー、凍ってるはまずいだろう。凍ってるはまずいだろう。あのね、今から行く滝はですね、あの凍ってる姿が非常に美しいということで有名な。ふざけんなよ。いやー、持ってるはねえだろ。いやー、楽しみ。これすごいことやってますよ。本当あのワンマン来てくださいよ、なんかワンマンライブ。そう、ていうかまずあのリハーサルしないで何やってんだって話ですけどね。なんかジャパニビスタを見に行くっていう人のことを考えてライブを作ってますよね。そうね。あ、こんなことまでやっちゃうのっていうのがまだね、ありますからね。まあまあまあ、あれバンドだよねっていうのが目白押しですから。これがだってさ、ワンマンライブに向けてやってんだぜ、俺を。何やってんだから。自分を変えてみたらダメですね。あ、そっか。着いたー。結構あれだ。いや、あの普通に登山してますよ。そう、ここに来るまでがね、修行ですよ、これ。もう始まってますか。もう始まってますよ、もうこれ。はい、はい、ということでですね、あの私の、はい、雨男の邪念を振り払うべく、うん、早速、はい、修行の準備をしたいと思います。綺麗な鳥ですよ。綺麗ですね。いやー、勢い、どう見えてんのかな、これ。
勢いちょっと少なめに見えるかも。見えるかもしれないですけど、多分ね、うん、高いんだよね。だから30メーターぐらいある。ここ行くとね、結構すごい感じがあります、ね、なので、ちょっと水量の激しい方で頑張りたいと思います。じゃあ準備の方よろしくお願いします。準備を、いきます。さあ、じゃあいざ、いよいよ行くぞー、行くぞー、さあ、ハハ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 ハ、はい、ということで、ね、滝行終了ということで、終了ということで、期間完了と。怯え、そんな怯えてどうした？やばい、皆さん滝行には気をつけて。いや、そうですね、くれぐれも。くれぐれもね。特別な訓練受けた。ご家庭では真似しないように。いや、でもこれでね、無事、ワンマンライブの。そうね、だからみんなもう祈願したからね。終了ということで。これはもう跳ねなきゃ。こんな覚悟で祈願したワンマンライブ。ワンマンライブ。ぜひとも来ていただきたい。来ていただきたいよ。待ってるぞと。待ってますよ。晴れた空の下ね。そう、ワンマンライブでお会いしましょう。待ってるぜ。じゃあグラパさん、お疲れ様でした。本当です。マジでマジ勘弁して、本当に。あったかいものを食べましょう。あったかいもの食べて。うどん、うどんが食べて。うどん食べて。あったかいうどん食べて。温泉入りました。温泉入りました。よし、撤収。